やを買うん、買うん、借りるじゃん。買うん、買うん、買うん、買います。買います。借りますね。買います。買います。買う。なるほど。なるほど。この元。なるほど。子供は今、なんで私ばっかり言ってるの？今、一人なんですか？ひどり、ひどり。多分、だいだい、ひどり。で、しょうす、みずほ、ひだり、ふだり。3人やったら、3人はお金払うようになった。1ヶ月いくらで生活できるんですか？1ヶ月最大一人は2万ぐらいかかります。一人です。4人家族いたら、結構かかるんですね。質問ある人はないですか？質問ないですか？聞いてますか？まだ続きあります。私は、夜足遊ぶのために、はい、夜足遊ぶと思う活動は3つあります。一番は、坂でいろいろなところ、歩いて散歩します。そして公園で遊びます。例えばスポーツをします。最後は、寮で友達とパソコンでゲームをします。それ3つは全部無料です。それなら安く、安い、安い。じゃあ、以上です。3つって言われるんだね。散歩、1が散歩します。あ、歩いて散歩。2が公園で。公園で遊ぶ。歩いて公園で遊ぶ。他の分からない。遊園地とかないですか？遊園地、遠足は乗り物終わりました。いつもぐらい好き行きました。無料だった。学校かな。ケンさん、質問が出していただけませんか？ないです。お願いします。どのパソコンは、どんなパソコンですか？中国は一番安いのパソコン。中国の一番安いパソコン、4万円。一番安い。でもインドネシアの一番安いパソコンも4万円。でもインドネシア、ノートパソコン。インドネシアとシンガポールの日本は、ブランドは4万円。3万円。4万円。インドネシア製。ああ、そうです。ユーズだ。ええ。ユーズだ。インドネシア製のパソコンは多分。4万ぐらい。3万ぐらい。ちょっと怖い。この遊ぶのは日本での話。日本で遊ぶ。じゃあ皆さん、じゃあ自分の国で遊ぶときは。そうです。また遊ぶ。
勉強して。